こんにちは、こんばんは。キララファンタジア。ちゃんと言えたでしょ。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきましょう。朝の日差し。私このまま溶けちゃうかも。さあ、本日はジャポンを切る、ご一覧を中心に行います。おはよう。爽やかな朝ね。頑張ってるわね。ただいま。すごいわ。言っただろ。頑張ってるわね。お使いですか。切ってきます。よし、頑張ってくぞ。行ってきます。待っててね。このシャベルがこっちの敵にも通用するといいけど。ありがとう、助かった。コスプレ衣装を作るのは楽しいですが、お金がピンチです。これ最終日まで行くか怪しいな。後日談とりあえず行ってみましょう。冒険日和だね。冒険でしょでしょ。昨日土曜日日曜日と京アニフェスやりましたね。そう、千原みのりがまあ、平野綾はいなかったんですが、冒険でしょでしょじゃない。そうですね。うん、春日のエンディングやって、うん、はい、春日のエンディングだったよな。で、メイドラゴンのスーパーチョロゴンズが、はい、ラキスタの持ってけセーラー服をやりましたね。あ、はい。おお。この辺のこのコロク役でメイドラゴンのトール役の桑原ゆうきさんもすごくこのセーラー影響があって、これはすげー、まあ、関われたことが良かったということで。いや、本当に京アニの歴史を感じさせたイベントになりましたね。勘違い？そういうのが体のラインを美しくしたいなら筋肉は不可欠。結構時間かかってるってことですよね。まあ考えてみれば春日って15年前だからな。もう最近のように見えて結構前になるんですね。さあ、そんなキラーファンタジアのいろんな ジャンルをしたら再開しています。そう、キラーファンタジアの話するならばイベントやったみたいですね。今回は見なかったんですが、当然まあ、いつものメンバーってことで、まあ残念ながら、まあ中の人が京アニフェス行ってるコルクはもちろんですが、ポルカも参加しなかったみたいで。これはすげー。確か松井絵里子さんも、あ、ちょっといい、あっ、問題ない。
外国ディスってますね。うん、体のラインを美しくしたいなら筋肉は不可欠。そうだね。ということでジャポンの、どう？話ですよ。迷っちゃった。まさか。皆さん。おっと。抜け出して街に来た。びっくりした。あの。ひずめ。うん、まさか。今なんて言った。群馬。群馬をバカにすな。はい。うわやば。これいいのか本当。名古屋は？やばいな。群馬ちゃんだい。冒険日和だね。群馬県知事大激怒。せっかく群馬ちゃんやってんのに今期。あ、そうだよな。で、アルプスかな。北アルプスかな。いえいえ、うん、そうやね。でもさ、だね。クロモンが可愛い。そうですね。困ってる、困ってる。冒険日和だね。よかったよかった、なかったな。自分で言うのもなんですが、うちのお好み焼きは天下一品です。まだ一緒に練習するん？どっちがいいかな。やるやる。こっち。あ、これ上級か。まだ一緒に練習するん？上級。どんどん鍛えていきましょう。ということで、キラーファンタジアのイベントってどうだったんでしょうね。いや、あの、やっぱり朗読劇をやるんですけど、過去の歴史の中でそれがすごい遠足みたい で、 いいで、ね、ちょっとワクワクするわね。あ、まあ、でも今回配信イベントだったから、スタジオで撮るとそんな簡単にはいかないか。そう、2019年のリアルイベントに参加したことがあって、厳しいわね。思いっきり行くわよ。思いっきりテレビ午後まるまる。ちょっとやっぱりね、お羽が弱い、打たれ弱いからな、ね、誰かに守ってもらわないといけないですね。まだまだ。そこで身代わり。た、彼女もそんなにあの強くないんですよね。モーリー、アーゲ、ヨー。えい。そんなのどうってことないわ。私も頑張るから。攻撃しなくても、ここで攻撃したのが運のつけたの。見事に代わりをやってくれてますけどね。そんなのどうってことないわ。みんな今だよ。もうダメージ与えられてない。そんなのどうってことないわ。サポートするわ。厳しいわね。こんなのどうってことないわ。こんなもう攻めに行くしかないよね。わかってるわよ。石鹸は。あら、あ
ありがとう。温泉に浸かる前に綺麗にしましょう。あなたら綺麗にしましょうね。洗い残しはないかしら。いい湯加減。うん、染み渡るわね。伸ばせちゃったかしら。タオルが。一泡吹かせてやるんだから。これで14です。厳しいわね。こんなのどうってことないわ。これでどう？17残った。こんなのどうってことないわ。正義の鉄槌を来た。アイディアが降りてきたぞ。いや。えい。結構苦労してますね。いや。クリティカル。まさにね。するわ。危ない。彼女はタフですからね。強いな。アイディアが降りてきたぞ。あ、まだ一つ残ってたのか。タオルが。こう見ると結構強敵ですね。さあ、ショーの開幕だ。と言ってやることは回復。厳しいわね。あ、まだ復活した。残念、こっちでした。もういいかな。どんな敵でも恐れない。シノにかっこいいところ見せなきゃ。OK。よかった。みんな元気そう。何度でも挑戦します。みんな一緒だから大丈夫だよ。こんなのどうってことないわ。ああ、私が助けるね。厳しいわね。こういうこともできるのよ。私も頑張るから。ピヨピヨ無理しないでよ。こんなのどうってことないわ。サポートするわ。行くよ。こんなのどうってことない。厳しいわよ。危ない。タオルが。私が手伝ってあげるわ。こりゃまたきつそうなのが負けないぜ。いや、行くよ。いや、向かってくるなら戦う。ここが勝負どころだね。負けないぜ。あんまり勝負してないという。やめてー。さあ、ショーの開幕だ。あれは作り物の金髪。このままじゃまた死ぬから。それなら私は戦うよ。おかしい。OK。行くよー。あー、こうなったらチアパワーで
緒に練習するん？これは緑。そうだ、この専用武器がチアにはあるんだ。メイドコルク。私もお供させてもらうわね。どんな時も頑張るぞい。うまくいくといいんだけど。まだ青汁のおまんじゅうが残っているの。ダメだ、死なせないぞ。これもね、ガツンといきます。頑張るぞがちょっとやっぱりスタミナが弱いんですよね。焦らずに行きましょう。ちょっとピンチかも。なんか嫌だな。ちょっとおとなしくしろ。やば。ガツンと行きます。シャープ見たクリティカル。まだ青汁のおまんじゅうが残っていたい。これなら大丈夫かな。うっけ、うっかい、うっけ。もっともっと先に行くんです。ジャード頑張るぞい。あ、よし、スノーバーストリザード。進んでください。そうそう、チェンジ。いっそ気を引き締めなくては。いい度胸で。あまり削れなかった。次のターンでしばくぞ。面倒だけど仕方ないな。やってやるんだから。これでも倒せないんだ。立ち止まらず諦めないで。怪我したら大変。ここは耐えねば。自身を回復できないのはちょっとね、辛いところではあります。相手になるわ。ここはコルク出てみましょう。なんだこの気は抜かない。コルクやばいな、この格好。決めましょう。アフターヌーン、了解した。まずは最高取り寄せようなものの内緒と見せる。シャバとケーキスタンドを貸した。あとは起業するだけ。これはどうしたのか。いつものメイドコルクだな。当然の結果。もうラスト。相手だね。ちょっとピンチか。
これ、水圧だからな。子供扱いして、食べないでください。まだ青汁のお饅頭が残ってもみんな、無事に帰ろう。みなさん、頑張です。さあ、これでユーリア体制に持ち込んで、ね、嫌だな。よし、覚悟しろ。頑張る。そのままリザーブで仕留めて。マジか。まあ、一つ残ってます。焦らずに行きましょう。痛い。回復させてあげるんですね。みんなで頑張ろう。いっそ気を引き締めなくては。いい度胸です。いった。面倒だけど仕方ないな。大丈夫？怪我したら大変。とこう必殺技的なやつ、いくぞ。そしてうん、ダメージ。やったね、コテリ。所持3しかないのか。これで最後か。中村のぞみ、福岡から来ました。ポジションは一塁と外野です。ちょっと急ぐ。ありがとうです。とても助かりました。ドキドキ召喚チケット、何を召喚するんだろう。ちょっとそこで召喚のとこに行ってみるか。おはようございます。今日も頑張りましょう。なんだこれ。中佐のカフェでもやるんかな。ドキドキ、これか。ドキドキ召喚っていうのはドキドキ3回召喚できますからね。必ず使い切らないとね。新たな出会いを。ドキドキじゃない。おはようございます。今日も頑張りましょう。 4周年記念ですね。キラーファンタジア行ってみましょう。戦国カムイ、次回も頑張ります。カムイじゃん。またいつでも来てくださいね。カンナカムイじゃない。おはようございます。今日も頑張りましょう。7枚集めないと星5確定召喚のチケットとは交換できないけど、もう今は無理でしょう。とりあえずチケットだけ使い切ります。噛んじゃいました。開きますよ。残念。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。おはようございます。召喚じゃない、召喚じゃなくてトレード。
早朝、早起きは三文の徳。じゃあもう起きる。こっちは今だけ。なんか交換できるのかな。今このメーカー742あります。こっちは無理。あと特殊相関たくさんありますね。星音が、星音欲しい人はやった方がいいですけどね。土の大進化樹が不足してる。でも今は強化素材だな。少ない人が全部もう交換しちゃいましょう。交渉成立。花山田そんなに使わないか。こっち使おう。よし、気合い入れていくよ。進化？進化できる人がいないからな。例えば意外と大進化種っていうのが足りないんですね。早朝、早起きは三文の徳。こっちは今だけ。土の大進化種、特大があってこれですね。3つ交換できます。交渉成立。意外とこれがないといけないケースもあった。すがすがしい朝だな。頑張ろう。さあこれは武器レベルですね。援護力です。これなんだろう、僧侶のシンボルか。こういうのも意外と貯めないといけない。最上位だけ貯めとけばそれでいいってわけじゃなく、下位のあれも貯めないといけないんですね。はい、というわけで、ミオとここまでとなります。これで今回、ジャボンを切る。しっかり練習すれば不安も吹っ飛びますよ。完了です。次回からまた新たな、まあ、イベントを。晴天は私のとてもとても大事な宝物なんです。行いたいと思いますので、また見てください。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。また概要欄にはブログ、ツイッターのアドレス、そしてこのキラーファンタジアプレイリストございます。ツイッターのフォローぜひお願いします。またキラーファンタジアですね、プレイリストにはブックマーク登録できるようになってますので、そちらも良ければご協力お願いします。ということで、キララファンタジア、お送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。日に焼けやすいので、日差しがちょっと心配です。